まさに無敵。防御力が高すぎる鉄壁の生物参戦。1、コブゴミムシダマシ。アメリカに生息する体長約2センチほどの小さな甲虫の一種。飛ぶことはできないが敵に捕食されないほど硬すぎる外骨格を持っており、車に踏まれても無傷な彼らは悪魔の鋼鉄甲虫とも呼ばれている。2、ウロコフネタマガイ。水深約2450メートルの熱水噴出口で発見された巻貝の一種。硫化鉄でできた鉄の鱗を身にまとう金属の骨格を持つ貝であり、金属を身にまとうことで外部からの衝撃を防ぐが、もちろん金属なので錆びてしまうこともある。3、クロカタゾウムシ。フィリピンなどに生息する体長約15ミリほどのゾウムシの一種。世界一硬い昆虫と言われており、車に踏まれても無傷で敵が食べても消化できない。硬すぎて飛べない黒いまん丸、そんな彼らについた愛称は歩く鉄アレイ。